10月22日、愛媛 CATV 大手町オープンスタジオで手洗い&紫外線対策教室が行われました。これは日頃から愛媛 CATV のサービスをご利用いただいているお客様を対象に行われた顔によるワークショップです。この日は大手町保育所の園児も参加し、正しい手洗い方法を楽しく学びました。手をこうやって合わせてスーリスーリしてみてください。ガシガシガーシ。あ、そうかわ。手洗い講座の方は、やはりお子様に正しい手洗いを覚えていただいて、お家に帰ってもしっかりと手洗いをしていただけるようなことを勉強していただきたいなという思いでお伝えしています。いろんな幼稚園に行っても伝えております。紫外線の講座はですね、やはり紫外線について詳しくお知りにならない方も多いので、それから一年中を通して紫外線対策をするっていう大切さを知っていただければと思ってお伝えしています。つけ方が少ないのと塗り直しをされてないっていうところが多いので、やはりしっかりつけていただくことと塗り直しをしていただくこと、それからいろんな商品があるっていうことを知っていただければなと思いました。紫外線の種類なんかもちょっと知っていただくと、紫外線防止対策の商品選ぶときにすごくヒントになるのかなと思って、今日の講座をこれからの生活のヒントにしていただければありがたいなと思ってお伝えしました。このほか日焼け止めの正しい塗り方など紫外線対策講座も行われ、参加者たちは紫外線から肌を守る方法を学んでいました。ありがとうございました。